にお目にかかります。ミオと申します。それは望まぬ政略結婚のはずだった。誰も愛さず、ただ孤独に生き抜いてきた。誰からも愛されず、ただ孤独に虐げられてきた。ここでは私の言うことに絶対従え。出て行けと言ったら出て行け。異論反論は聞かん。私は旦那様にふさわしくない。この世から消えればいいや。ミオさんは今までいらした方とどこか違います。顔を上げろ。それでいい。ここにいてほしいんだ。いやか、私とこのまま暮らすのは。望んでしまった。少しでも長くこの人といたいと。いずれ程度にも虫が現れると。危ない。悪夢を止めることができない男のそばにいて、ミオは幸せになれますか。助けて。ミオはどこだ。お前がまさか。行かせません。ミオを助けたいなら殺し合うほかないのです。行かせてください。ダメだ。キヨコ、死ぬの。そばにいたいです。私の幸せな結婚。ラブストーリーで共演の目黒蓮さん、今田美桜さんを直撃。獲物で撮影した今田美桜さんの苦労とは。インナーマッスルすごい使ってるので、なんか牛牛食べたりなんか美味しいとこ。一昨日公開の映画私の幸せな結婚に出演するスノーマン目黒蓮さんと今田美桜さんに直撃。思わずにやけてしまう目黒さんの趣味を伺ってきました。明治大正期を思わせる架空の世界で血のつながらない母と妹に虐げられて生きてきた西森美桜は、冷酷無慈悲と噂され心を閉ざした軍隊長工藤清香との政略結婚を命じられる。お初にお目にかかります。美桜と申します。ここでは私の言うことに絶対従え。出て行けと言ったら出て行け。異論反論は聞かん。美桜を冷たくあしらう清香だが、次第に二人は心を通わせ、お互いが抱いていた孤独が溶けていく。いやか、私とこのまま暮らすのは。望んでしまった。少しでも長くこの人といたいと。しかし容赦なく二人を切り裂く残酷な運命が待ち受けていた。助けて。美桜はどこだ。唯一無二の世界観と圧倒的な映像美で描かれるラブストーリーです。今回主演の目黒蓮さんと今田美桜さんに直撃。まずは映画の見どころを伺いました。政略結婚というなかなか現代では考えられないところから出会って、もう本当に丁寧に丁寧に2人のラブストーリーが描かれているので、しかもその中にアクションとかも入ってくるんで、素敵な要素がたくさんグッと詰まってる映画だと思います。国宝になってたりとかする場所で撮影させていただいたりとかして、その中にこの CG の凄さが加わって、よりこのスケールの大きさが出来上がってるなと思って感激でした。今作は明治大正期を彷彿させる世界が舞台ということで、撮影はセットではなく全て実在する歴史的建造物などで行われました。さらに役柄から着物を着て撮影することが多かった今田さんは、慣れない服装に苦労したんだそう。霊場でありながらも、虐げられてて家事は何でもできるっていうところでもあったので、しゃがみ立ちがもう最初筋肉痛になりすぎて、インナーマッスルすごい使ってたんで本当にもうちょっと痛くて、そういう細かい動きは大変だったなと思いますね。およそ3ヶ月間の撮影を乗り越えたお二人、休憩時間はどんな話をしていたのでしょうか。でも地方だったので、なんか食べましたとか聞いた気がします。ちなみに何か食べましたか、地方ロケで。聞いたら全然その場所のものを食べてらっしゃらなくて、あらって思いました。撮影中何食べてたんですか。いや普通にお米とかなんかそういうの
自分でちょっとちっちゃい炊飯器買って炊いたりとか。でご当地のね、そのものの返答返ってくるって思ってました。はい、思ってました。だから全然話広がらなかったんだ。シューイチガチガチャ。目黒さんが引いたお題はガチャガチャって楽しいですね。大好き。あ、しますか。普段はしないです。私の幸せな初挑戦。この後目黒さんが無我夢中になれるという新たな趣味を告白。この前ですかね。楽しかったです。にやけてる。映画私の幸せな結婚に出演する目黒蓮さんと今田美桜さんが最近初挑戦したこととは。じゃん、筆ペン習字。なぜ始められたんですか。字上手になりたいなと思って。あの通信講座を始めました。じゃあ毎日課題を。そうですね、やってできなかった日をまとめてたりとか。宿題みたいな。目黒さんは料理始めたのか、はい、あ、最近なんかすごいやるようになって無我夢中にできるんで、結構なんか自分的には幸せな時間で。何作るのが一番好きですか。肉じゃがをこの前作って、あの楽しかったです。にやけてる。次挑戦したい料理は。次挑戦したい料理、お寿司握ってみたいです。またちょっと違う。結構急になんか本格的っていうか家庭的なところから。確かに。お寿司屋さんごっこみたいな。え、一人。一人ではちょっと難しいと思うんですけど。せーの、シューイチ。殺し合うほかないのです。死に侵された者を確認しろ。この世から消えればいいのよ。まさかとか。どこだミオ。なんてこと。助けて。どうしたらいい。どうしたらいい。ここで諦めてしまえば楽になれる。少しでも早く嵐が過ぎ去るようにと願いながら私は生き残ってきた。でも行かせてください。ダメだ、死んでしまう。それでもいいんです。旦那様のお役に立てるなら出してください。ミオ、今抱え込んでいるものはいずれ気にせずともよくなる。キヨコ、死ぬな。そばにいたいです。ここにいたい。ミオ、すまない。总是刹那心慌的
是我沉默委婉地对你说，如果只是如果，你会不会选择我？是我的偏向太明显，最动情那么直接，你可以视而不见，只是想起我会不会微笑留念。我只我恍惚人间看繁华红颜，可领略风景万千不一见你一眼，此山海的离别去不同世界，我们俩天涯不相见。你何时恰何时你的再见？